はい、どうも、ミンヘラおじさんです。夜中でございます。もう、めちゃくちゃ寝ました。なんていうんですかね、疲れがまあ全く取れないので、もうひたすら寝て、今ちょっと落ち着いたところでございます。おかげさまでですね、今、99,700 回、再生なんですけども、なんだろう、今日の朝10時ぐらいにそうなったんで、多分今日、本当は10万回再生突破してる、と思ってるんですけど、まだ数字が反映されてないというようなところでございます。本当に、まあこんなおじさんのチャンネルなんですけども、10万回、まで見ていただいてありがとうございますというところで、ございます。で、まあ10万回行ったとは言いながらもですね、まあおじさんの日常とかを中心にやってるのでですね、なかなかこう、たくさん見てもらえる動画っていうのを作るのがなかなか難しくてですね、まあ皆さんから、質問とか調べ物とかそういうものをですね、いただけたらこちらとしてもチャンネル運営がしやすいので、引き続き、何かしらコメントでそういう依頼をいただけるとありがたいでございますというところでございます。で、あとなんだろうな、まあ平日であれば、まあ、相場が動いているので、相場のことの日常みたいなのをお話しさせていただくことで、言うたら、まあ、再生数というよりも、まあまあ、言うたら、投稿頻度も、言うたら、休日に比べて少ないので、まあ、比較的見てもらえるかなというようなところで、まあ、平日はいいんですけども、休日、思いつきでバラバラやってるものはですね、まあ、言うたら、1日2、3個あげたら、ちょっとネタ切れになって、まあ、困ってると。いうようなところではあるので、まあ、そこのところがもうちょっと、こう、有意義なものが出せる、有意義なものって言ったら何でしょうね。まあ、皆さんが、見たいなと思えるものをですね、出せれば、いいかなというふうに思っているところでございます。で、登録者の方もですね、まあ、言うたら寝てる間にまた一人増えてと、まあ、一人減って二人増えたかな。で、今236人というところで、着々と、言うたら、まあ、登録者の方も増えているというようなところなんですけども、自分の中ではいまいちその、なんだろう、まあ、一時期やっぱり1日10人とか増えた時期があったので、その増えの、速度みたいなところがもういまいち読めなくて、この動画を出したら動画が、言うたら見てもらえて、登録者も増えるんじゃないかみたいなところが、ちょっとまだまだ、把握できてないところなので、まだ探り探りではあるんですけれども、まあ言うたら、チャンネルを頑張っていきたいなというふうに思っているところでございます。で、まあ、前回の動画でですね、言うたら、金融機関の DX 人材についてっていうことで、15分ぐらいの長尺で動画出させてもらったんですけども、まあ今見てもらっているのは大体平均の視聴時間 5分ぐらいで、言うたら15分の動画だったんで、ちょっと見てもらうのもしんどかったと思うんですよ。で、ただ私が思いつきでビラビラ喋ってたらなんか補足で話すこと多くなって、で特に最後の部分、が、まあ結構聞いて欲しかったところなんですけども、まあ多分、平均視聴時間5分やったら最後の方とか聞いてないんちゃうかなというところもあって、再度お話しすると、若手と窓際社員ほどですね、言うたら YouTube はじめとした SNS の発信、っていうのはすごい大事になってくると思います。これはもう本当に、別におじさんの主観というところもあるんですけれども、まあ、おそらくそういう時代になってくるんじゃないかなと思ってます。というのはですね、言うたら、まあ、大企業で働きながらも、そういう、言うたら、自分が入った所属の、状態とは違うことをですね、求められる時代になってきたというところでございますけれども、それの幸せっていうのは基本的に若手に来るわけですね。で、若手頑張れよっていうことで、いろいろ負荷を押し付けられて、まあ、とりあえず全員、言うたら、IT パスポートを取得しろというようなことになった時にですね、若手に対しては、そういう昇進試験の、言うと足かせにするぞという風な形で頑張らせると。じゃ あ、それを超えているおじさん層はどうかというと、まあそんなに頑張らへんというところで、そこで世代間のその不満の大きさ、小ささが、まあ、差が出るというところと、まあ若い子たちで、言うとそういう IT パスポートを取って、で、言うとコミュニケーション能力の高い子は、そもそも、第一生命に行かなくても、じゃあ別のところでも働けるやんっていう話になるんだけれども、
待遇的な問題で、言うたら、まあ、渋々第一生命にいるんだと。まあ、別にそれは第一生命なのが、日本生命なのかわかんないですし、それが三井住友海上なのかもしれないし、言うたら、まあ、味の素かもしれないし、まあ、それはまあ、会社はまあ、どれどれ、なんですけれども、まあ、言うたら大手で、それだけの、言うたら、まあ、一定の、ものがあると見られて、入った原石の子が、まあ、言うたら資格試験とかそういうもので、潰されるのもちょっともったいないし、それをクリアしてもですね、別に仕事の面で大きく変わることなく、まあ、上に上がるための準備ができたんだな、ぐらいの感覚でおられるんでしょうけれども、明らかに、若年層と、言うたら、高齢層の、知識の差がでかいんですよね。でかいけれども、給料はもう言うたら、上の方が2倍も3倍ももらってるという状況なので、どうしても不満がたまりますよね、というところが一つと、言うたら、会社としてはこういう人材になってもらいたいからやって欲しいんだっていうところ、思いがあるんだけども、その見取り図みたいなものがでかすぎて、言うたら自分一人はどうしようもないというような時にはですね、もうただの宝の持ち腐れになるんで、そういったものの発信っていうのはやっていく必要あるんじゃねえかなというふうに思ってます。まあ、言うたら自分の看板がなく、会社の看板がなくても戦えるような人材になっておけば、いざとなったら仕事辞めれるしというようなところもあるし、まあ、なんていうんですかね。まあ、おじさんみたいにですね、ベラベラ喋ってるだけとは言いませんけれども、だけで、言うたら、まあ、投げ銭いただいたりとかしてですね、行って、こう、言うたら、別のところで自信をつけることで、会社への依存度っていうんですかね、ここで会社で頑張らないと、本当に、言うたらもう人生が終わるとかっていうことを、まあ、考えてた時期もあるんですけれども、こうやって、まあ、配信させてもらってですね、前のチャンネルと合わせたら今21万5千回再生、言うたらこっちの方で撮らせてもらってて、で、ツイッターの方もまあ2000人以上、フォロワーがいて、現金を振り込んでくれるっていう方であるとか、まあ支援したいとか、言うたら楽しんでくれてるとか、まあ言うたら暇つぶしで聞いてくれてるとかっていう形で、何らか役に立つような配信をしてると思えてるので、そういったことをですね、続けていくことで自分のファンが増えてですね、肩書きなしで付き合える方っていうのが増えてくると思うんですね。っていうところで、まあ、なんていうんですかね、最初の100人行くまではやっぱしんどいですけども、言うたらまあ、初期費用タダですから、おじさんみたいに無編集でやってたら、タダでスマホでピーッと撮って、あげるだけの話なので、それで、言うたら、飯が食えるようになるかもしれないっていう、希望があってですね。まあ、おじさんは今、食べれてもないんですけれども、まあ、それでも、言うたら236人の方が見てくださっていて、言うたらまあ、暇つぶしで、見てもらえるコンテンツ発信してるというところはすごい自信になりますし、単純には20万再生、獲得した。まあ今では今のチャンネルは10万再生なんですけども、獲得したっていうのは本当に自信につながると思ってるので、まあ、単純に、おじさんであれば400本以上動画撮ってるから、まあ、その動画に対してのですね、ハードルも低いですし、なんていうんですかね。まあ、やって損することはないなっていうふうに思ってるので、そういうことをですね、まあ、若者の方はやらはったらいいんじゃないかなというふうに思っております。あと、まあ、そういう窓際サラリーマンとかもですね、いつ首切られるかどうせわからないんで、言うたら、そんな時にですね、いや、会社のスキル全くないっすわっていうような形で、外に出たらですね、本当にまあ死活問題になるので、であれば、いろいろこう、言うたら、自分の手を動かして、別に趣味の範囲でもいいですし、何でもいいと思うので、言うたらまあ、発信するなり、した方がいいんじゃないかなと思います。まあ、どうせ、趣味とか自分で あってですね、自分の中で完結するんじゃなくて、こうやって外に出すような、ことをすることによって、まあ、共通の知り合いができたりとかすることもありますんで、やってみたらいかがでしょうかというようなところでございます。すいません。長々となりましたが、10万回再生ありがとうございますというところと、まあ、こんなおじさんでもですね、これだけの再生数と、まあ、登録者、
がいるようになったので、おじさんみたいな底辺、じゃないようなですね、若い方とか、まあ、窓際で、くすぶってる方もですね、やってみたら意外とまあ楽しいですし、まあ、なんていうんですかね、まあ、金だけじゃないですけども、言うたら自分の、言うたら会社の看板なしでですね、いろいろ発信できるっていうのも悪かないなというところなので、まあ一度お試しになったらいかがでしょうかというお話でした。以上です。